こんにちは。運命とはというタイトルでね、609話いただいたんで、まあよくね一緒にされがちな宿命というものとちょっと分けて今回お話ししようかと思います。これ私のあくまでも考え方であるのと同時に、まあ細木数子さんもね似たようなことを言われてたんで、あ、共感するなと思ったんですけども、宿命と運命っていうのはね明確に違ってですね、宿命っていうのはまさに命に宿ったものなんで、天からこうしなさいと言われているというふうに解釈した方がいいのかなと思うんですよ。例えば私は男性としてこの国に生まれました、ということは大筋ではですよ、男としてしかできないことをやって、女性がするべきことをしないというふうに考えた方がいいかなと思うんですよ、ね。まあ例えばね、例えばですけども、まあ、戦って勝てということはね、まあ、男性に課せられた私は、ね、宿命だと思うんですよ。もちろん勝つばかりではなくて敗北してねそこで死ぬってこともありえますけども、とりあえず、まあ、戦いはね男のものかなと思います、うん、女性はどちらかというと守りというかね愛情というか内面的なものなのかなというふうに思うんですよね。もちろんこんなこと言うとね最近では女性蔑視だとか言われるかもしれませんけども、男のくせにって言われるのは男性蔑視じゃないのかなっていうね議論もありますんで、あんまりこの辺はこだわらずに柔らかくちょっと過ごしていこうかと思います。でこの国に生まれたってことはこの国でまずね、まあ、育まれなさいということなのかなというふうに解釈してます。そしてその後この国で何かを起こすのか、それともこの国から見える、どっか他の国もしくは他の惑星でやるべきことに思いを馳せるのか、これはまたね、私の宿命ではなくて運命の方になってくるのかなと思うわけなんですよね。ということでね、宿命っていうのは、まあ、私にもともと生まれながらにして持たされたもの、もともと持っているカードっていうことかもしれません。そういう意味で言うと私は勇気とか継続力とかね、戦闘意欲っていうのは多分生まれながらにして持たされたんでしょうね、いろんなことに対してね、挑戦したくなってしまうんですよね。厄介ですねこれはね。そして、運命なんですけども、まさに運命っていうのは毎日命を運ぶものっていう意味なんですよね、だから命を運ぶものって何かっていうと、これはね衣食住っていうふうに分解できるんですよ。食べ物食べないと命はなくなってしまいますから、食べ物を食べることによって命をね次の日に運んでいくってことなのかなと。昨日から今日を介して明日へ運ぶのが、まあ、運命なのかなと。あとね住まいですよね。どんな住まいを持つのかということでございます。私は一時期平和公園を住まいにしましたけども、まあ、それも込みでですね、どんな天井を持つのか、どんなところに寝るのか、どんな地面を踏みしめるのか、こういったものがね、生きる意欲を決める部分もあります。快適なところに住んでいると生命力っていうのはどんどん強くなって、次の瞬間も生きていたいと思うわけなんですよね。でも不愉快なところに住んでいるとやっぱりね将来がすごく暗いものでつまんなくなっちゃいます、例えばね、本当に毎日のように借金取りに追われるようなところに住んでいたらもう気が気でないですよね。生きた心地がしないと、誰からも攻撃されて誰からも愛されない、そんなところに住んでしまうととてもじゃないけども命を明日に運ぼうって気持ちにならないんで、だからねどんな暮らしぶりをするのかってことも非常に大事なんではないかなと思うんですよね。身を清潔にするために、まあ、お風呂に入ったりとかね、欠かさないとか、顔を洗うとかね、服を着替えるとか、そういうこともあるんじゃないかなと思います。というところで服を着替えるってところに来ますんで、衣食住のうち着るってものですね。自分がどんな格好をしてどういうふうに見せるのか、見られているのか、こういったこともきっと運命にかなり強く関わってくると思います。例えば今私こういう格好してますけども、まあ和服で出ていることが多いと思うんですよ、まあ、ですんで隠居というねブランディングがまあ噛み合っていくと思いますし、私もね街中にいるときはスーツみたいな格好をしてね、それからホワイトボードの前に立っていましたね。講師というそういうふうなね入れ立ちです。これもだから自分の期待される運命を作っていることだと思うんですよ。周りの人からどう見えるのか、どんなことを言ってくれそうなのか、どういうふうな答えを期待しているのか、そして期待通りの答えを出せたのかどうなのか、こういったことを全てがプレゼンテーションになっているんだろうなと思いますよね。そして次の私の人生生命ってものを周りの人に決めていただいているってことなのかなということですよね。ちょっとごちゃごちゃと話しましたけども、宿命と運命ってのはどう違うのかってことと、運命ってのは衣食住の組み合わせでできているのかなっていうところが出発点、そういうふうに私は解釈してますね。総じて言えば運命ってのは自分で作っていくことができるってこと、ここで吉谷さんの考えと一致するわけですよね。どんなものを食べて、どんなところに住んで、
そしてどんな見せ方をするのか、どんなものを着ているのかね、これ全てが次の自分の人生を形作る。そして自分の人生っていうのは結局ね、周りの人が認めないとできないんですよね。で、私がいくら隠居したいって言っても視聴率ゼロだったらどうしようもないわけですよ。そして山口陸のセミナーも誰も見なければスマホアプリセミナーも何も起きないわけなんですよ。だから CM っていうのが必要だったと思いますし、その CM に私がまんまとね載せられて、いまだにこの流れに乗っているということでございますね。で、今回は以上でございます。ありがとうございました。